森内俊幸、森内俊幸、森内俊幸、1970年10月10日台は、将棋騎士、18世名人資格保持者。騎士番号は183、勝浦治九段門下、神奈川県横浜市青葉区出身、日本将棋連盟騎士会副会長、2009年4月から2011年3月、2017年5月より、 日本将棋連盟戦無理事。将棋を始めたきっかけは、森内が小学校3年生の頃、学校の休み時間に、クラスメイト内で流行していた、いい加減な将棋遊びに参加したという、ありふれたものだった。だが、このゲームに魅力を感じた、彼は父親にてほどきを受け、正式な将棋を指すようになる。家で将棋に熱中している森内の姿を見ていた、彼の祖母は、ある時、 雑誌、将棋世界を孫に渡した。将棋世界との出会いをきっかけに、森内は、将棋の新しい世界を知り、将棋にのめり込んでいく。毎週土曜日に、将棋会館で行われる、将棋教室に通うなどし、本格的に将棋を学び始める。それから一年ほど経つと、各地のデパートで開催される、将棋大会にも参加するようになった。 同学年のハブヨシハルと出会ったのはこの頃だった。最初の対戦はある将棋大会の予選で森内が勝ち、次の対戦は同大会の決勝トーナメントでハブが勝った。ある将棋大会で森内の初手後八比に対しハブの後二比という出だしの将棋があった。5年生の頃、 奨励会試験を受験するか迷った末、自分はまだ力不足だと判断し、翌年に受験することを決意。同時に、騎士になるという目標が明確になり、勉強にも熱が入るようになった。1982年、第7回小学生将棋名人戦で3位。この時の優勝者はハブ。同年12月、関東奨励会入り。同期合格者17名のうち、 小学生は、森内、ハブ、郷田正隆の3名のみであった。この年度は受験者が多く、高い競争率であった。なお、二次試験で当時唯一の女性奨励会員だった、林場直子女流王将と、高打ちで対局し、勝利している。三段の頃、島明六段主催の研究会、いわゆる、島県に、佐藤康光二段と共に参加、県産を積む。 1987年5月13日に、プロ入り、4段に昇段。3段リーグ制度が復活する前に4段になった、最後の騎士である。また、第22期新人王戦、1987年度、で、奨励会3段の時に出場し、途中で4段に昇段してそのまま優勝した。森内は、新人王戦最年少優勝記録、17歳0、か月を、 2018年に藤井聡太が更新16歳2ヶ月するまで保持していた。なお、森内は新人王戦で通算3回優勝している。また、第10回若駒戦奨励会有段者による非公式棋戦でも同様に途中で4段になって優勝している。プロ入り早々当格を表し、 1988年6月11日と89年5月27日に行われた第7回8回の早指し新栄戦で2連覇。決勝戦の対戦相手は両年とも、羽生義晴五5段であった。さらには、全騎士参加の大型棋戦である全日本プロトーナメント第7回、1988年度において、谷川浩治名人と決勝3番勝負を戦い、 二勝一敗で、谷川名人を破り、優勝した、1989年3月13日。18歳5ヶ月での優勝は、新人棋戦を除く、公式戦における史上4番目の年賞記録である、1988年度の将棋大賞で、新人賞を受賞。プロ入り後も向上心は旺盛で、特に前述した、島県では、森内と佐藤が4段に昇段した後、 ハブも加わり、4人体制での練習対局と、感想戦を中心にした研究が行われ、刺激し合いながらの精進が続いた。順位戦での勝率は高く、C 級2組を3期、C 級1組を1期、B 級2組を2期、B 級1組を1期で抜け、合計わずか7期で最高クラスの A 級まで、上り詰めた。そして初参加の1995年度、 A 級順位戦で7勝2敗の成績を収め、1996年度第54期名人戦七番勝負の挑戦権を獲得。森内にとって初のタイトル戦挑戦である。相手は当時七冠王だった羽生義晴名人。25歳同士の対戦であった。タイトル戦初対局となった第一局は二つの意味で話題となった。一つは、 アイアグラの将棋で壁銀になるのを厭わず、三三にあった銀を二二銀、四十手目と引く作戦に出たこと。もう一つは、一日目夕方の封じ手の帝国の間際、立ち合い人のいがら豊十九段が、時間になりましたのでと言いかけたところで、刺すつもりなんですけどと言って九四歩、四十四手目を、刺し、ハブを、封じの手の哲いにさせたことである。森内は、この対局に敗れ、 そこから三連敗。第四局でタイトル戦初勝利を挙げたものの、第五局で敗れ、一勝四敗で敗退となった。森内は第二局の敗戦を、こんな負け方がありうるとは、続く第三局の敗戦も、不思議な負け方と、当時を振り返る。結果的に敗れはしたが、岸見弘里に尽きる、名人戦だったという。それと同時に、ハブとの差を痛感した。 名人戦でもあった。1996年度 NHK 杯戦において決勝で屋敷信行七段を破って初優勝。同期戦では5年後の2001年度にも佐藤康光王将を破り優勝した。2000年度気王戦の挑戦権を獲得。相手はそれまで9連覇を果たしていた羽生気王であった第25期王戦5番勝負。 2001年の結果は1勝3敗での敗退。敗れはしたものの、名人戦の頃と違い、手応えを感じたという。全日本プロトーナメント第19回2000年度において、谷川浩二球団との決勝五番勝負2001年を3勝2敗で制して2度目の優勝。同期戦の最後の優勝者となる。2001年度 A 級準位戦で、 森内は8勝1敗の好成績を収め、丸山忠久名人への挑戦権を得る。2002年度の第60期名人戦七番勝負において、丸山名人を4連勝で破り、31歳にして、念願の初タイトルとなる名人位を獲得、2002年5月17日。また、名人位に就いたことにより、将棋連盟規定により9段に昇段。2003年度は、 第61期名人戦7番勝負において、4連敗で、名人位を、ハブ挑戦者に、ダッシュされるも、第16期竜王戦7番勝負では逆に4、連勝で、ハブ竜王から竜王位をダッシュ。第53期王将戦7番勝負においても、ハブ王将を4勝2敗戦日で出下し、王将位をダッシュ。さらには、永久順位戦史上初の9戦全勝を果たし、 ハブ名人への挑戦権を獲得。2003年度将棋大賞で最優秀騎士賞を初受賞。そして、2004年度の第62期名人戦七番勝負において、ハブ名人に4勝2敗で勝ち、名人位を奪取。この時点で史上7人目の三冠、王、竜王、名人、王将となり、最多冠保持者となった。また、2004年、 1>, 1月から12月の獲得賞金、対局料は1億円を突破した。王座戦では、当時12連覇中だった、ハブ王座への挑戦権を獲得するも、1勝3敗で、ダッシュには至らず。また、同年度、3冠のうち竜王位を3勝4敗で、渡辺明七段に、王将位を4連敗で、ハブ2冠にそれぞれ奪われ、保持するタイトルは、名人の1冠のみとなる。 第63期名人戦七番勝負、2005年度に挑戦者として名乗りを上げたのは、A 級順位戦を8勝1敗で制したハブ。第一局で逆転負けし、大破入戦8連敗を喫する。しかし、第二局では、終盤で、ハブが残り16分のうち12分を費やして打った、4五歩、渦三章を咎める、絶妙の一手4八金で逆転勝ちを収める。 結果、この七番勝負では4勝3敗で、名人位を防衛した。これで、ハブの衛星名人資格獲得、通算5期を2年連続で阻止したことになる。2年後、ハブより一歩先に、衛星名人の資格を獲得。2006年、2005年度、ハブから希王を奪取して2冠、名人、希王となる。希王は、翌年、佐藤康光に奪われる。 2006年の名人戦第64期では17世名人の資格を持つ谷川浩二の挑戦を4勝2敗で退ける。この7番勝負で森内自身が最も印象的に残った局面は第1局の86手目と90手目に自陣の8に7に2枚の銀を打ち並べるという珍しい受け方で我慢したところであったという。 2007年6月29日、第65期名人戦で、郷田正孝の挑戦を受け、4勝3敗で防衛。通算5期獲得となり、永世名人、18世名人の資格を得た。2008年3月25日、第21期竜王戦5位決定戦1回戦で、中原誠16世名人に敗れ、2組へ攻級。タイトルホルダーの2組攻級は、 1991年9月20日のハブキ王、当時以来二人目。2008年6月17日、山形県天童市の天童ホテルで行われた名人戦第六局でハブに敗れ無冠の球団に交代。一方のハブは森内に1年遅れで永世名人、19世名人の資格を得た。永世名人が2年連続で誕生したのは史上初。 以降、名人戦以外のタイトル戦からもしばらく遠ざかって、いたが、第22期、2009年度竜王戦で、深浦孝一との挑戦者、決定3番勝負を2勝1敗で制し、渡辺竜王へ挑戦。5年前とは立場を変えての対決となったが、4連敗のストレート負けとなった。第69期、2010年度永久順位戦で、優勝し、 ハブ名人への挑戦権を獲得。同時に、順位戦デビューの第47期から続く順位戦勝ち越し連続記録、名人在位を含むを23期に伸ばした。衛星名人同士の対決となった第69期、名人戦七番勝負第2局、2011年4月20日から21日で挙げた勝利は、史上15人目の通算800勝、433敗。 となった、将棋栄誉関東賞。その後、名人戦は三連勝後に三連敗を喫して、最終戦までも連れ込み、2011年6月22日に、山梨県甲府市、常盤ホテルにて行われた、最終第7局を123手で制し、ついに名人位を奪還。衛星名人同士の7番勝負は、過去にもあるが、自身より、後の衛星名人から名人位を奪取したのは、 森内が初。2011年度は、名人位をダッシュしたものの滝戦の成績が振るわず、年度勝率は3割台に落ち込んだ。2012年度の、第70期名人戦七番勝負では、A 級順位戦を全勝した、ハブ2巻の挑戦を受けた。シリーズ前に、森内の苦戦を予想する声があったが、4勝2敗で、名人位を防衛。2013年度の、 第71期名人戦7番勝負では、前年に引き続き、ハブ三冠の挑戦を受けた。ハブとの名人戦は3年連続で8度目となったが、4勝1敗で、名人位を防衛。この年の名人戦は、星の差だけでなく、将棋の内容においても、一方的であった。さらに、竜王戦においては、決勝3番勝負で、合田球団に勝ち、挑戦権を獲得。 第26期竜王戦七番勝負では、かつて森内から竜王位を奪取して、以来、9連覇中だった、渡辺明竜王を4勝1敗で破り、竜王位を奪還。渡辺竜王の10連覇を阻止した。対戦前、森内は、この竜王戦は、非常に、厳しい戦いになることを予想し、渡辺竜王に何とか2勝することを、現実的な目標として考えていた。竜王位、 名人くらいの二大タイトルを手中に収め、これらの活躍により、2013年度将棋大賞で二度目の最優秀棋士賞を受賞した。2014年度の第72期名人戦七番勝負では、今回で3年連続となる、ハブ三冠の挑戦を受ける。ハブとの名人戦はこれで4年連続9回目。結果は4連敗で、名人を、質感。 その直後に始まった第85期規制戦5番勝負で、ハブ規制に挑戦するも、再び3連敗のストレート負けを喫し、ダッシュはならなかった。第27期竜王戦7番勝負では、糸谷哲郎七段の挑戦を受けるが、1勝4敗で、敗れ、竜王くらいの防衛に失敗。第64回 NHK 杯テレビ、将棋トーナメントでは、1回戦は、シード、 二回戦から、木村一基八段、羽生義晴名人、菅井達也五段、深浦光一九段、決勝戦で、なめ方正治八段に勝ち、同期戦において、自身三度目の優勝を果たした。2016年度の第75期永久順位戦、高級一名では、2017年2月25日の9回戦の、結果、3勝6敗で、佐藤康光と同成績ながら、 頭羽ねで再開となり、22期連続で在籍した A 級、名人在位も含むから B 級一組の高級が決まった。衛星名人資格保持者の B 級一組への高級は、中原誠、谷川浩二に続いて3人目であった。森内は、2016年度が終了する直前、2017年3月31日にフリークラス転出を宣言し、 日本将棋連盟を通じてコメントを発表した連盟への届け出は3月24日であった。B 級一組からのフリークラス宣言は、米長国を中原誠に次いで3人目。このうち A 級からの高級直後にフリークラス宣言をしたのは、米長に続いて2人目であった。フリークラス転出の時点で満46歳であった森内は、 よくの順位戦 B 級一組所属が決まっていたため、六65歳となる2036年度までの19年間、フリークラスに在籍できるが、実際に森内が2036年度まで現役を続けた場合、宣言者のフリークラス在籍年数最長記録となる。2017年8月6日、将棋日本シリーズ1回戦で、久保敏明に勝ち、 史上12人目の通算900勝を達成した。商談規定は、将棋の段級を参照。ただし、4段商談は、旧規定。他の棋士との比較は、タイトル獲得記録、将棋のタイトル在位者一覧を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋棋士の在籍クラスを参照。他多数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。